まあ、ローカル線の問題に限らずですけど、地域課題の解決のためには、まあ、行政だったり議員の方だったり、まあ、地元住民でも子どもの方からお年寄りの方までこうそれぞれの立場で話し合って互いの強みを生かして頑張っていくことが一番大切だと考えています。